あの腹減ったなとか、そろそろ昼休みだな、腹減ったな、お前の顔よこせよ。そんな分ける相手も選ぶよ。じゃあこんな顔だったら誰選ぶ？こんな顔。なんでだよ、なんでだよ。あ、お前ら両方とも背中にメツって入ってんな。さては、生きてるのかお前ら。ペアルックか、おいおい。今のしかもここにはこいつコサインカードみたいなカチューシャつけてるしさ。おいちょっと隠れたペアルック探さないで。お前のサインはどこなんだよ。そういうこと。あ、チャイルがやった。そろそろ給食だ。イエーイ。腹減ったわ、腹減ったわ。先生、どうしたんだ、そんな中。うるさいな、お前。ほんまに最初から最初からずっとお前、ごたごた、ごたごた抜かしやがった、お前ら。先生、すいません、あんまりうまくごたごたできない。お前たちには、お前らには今日。急にしたら、お前そのキャラ忘れてたんや。やめろ、最初からやれよ、お前それも。お前らには今日このゲームをやってもらう、はい、このゲームで勝たなければ給食を食べることはできない、はい、ということでお前らにやってもらうゲームはこれや、はい、これがドンジャラじゃなくてレンガの顔で全部ドンジャラやったデンジャラや、お前らデンジャラ。お前らドンジャラはやったことあるか。ドンジャラはやったことありますよ。でもさ、もちろんもちろん。あとやるあるか。その年の頃あんま友達いなくて。いや、いろいろある、いろいろある、ほんまにいっぱいいっぱい見て、いっぱい見て、ね、うん、頑張ったな、お前。いや、もっともっともっといろいろ頑張ったな、すごい。その辺のルールも今から説明させてもらう。普段のドンジャラのルールにだいぶ寄せてます。あの、9種類の色が、9個ずつ入ってるので、はい、81個の牌があります、はい、手元には9個牌があります。はい、9を333にするゲームです。基本的に例えばピンクピンクピンクみたいな、青青青、黄色黄色黄色みたいな、うん、これが一番簡単な基本形ね。うん、分かりますか、はい、バッグの色がまず1つ、他にもこれ役がつきます。3個で1つの僕自身の体になるということがあるんですよね、たまに、ね、同じやつを揃えてレンガを作り上げたらこれなんと役になるという。それは、うん、オールマイティ杯というのもあります。そうです、こちらのメガネですね。オールマイティ、こちらのメガネはオールマイティ杯なので、例えばピンクピンクピンクみたいな時にピンクピンクオールマイティでも OK。手元には基本的に8個あります、うん、その状態で1個取ってきて9になりますよね、うん、でそれをいらないやつを1個捨てていくというのをずっとじゅんぐりじゅんぐりやっていく。あと1個で上がりだという時に欲しいやつを持ってきたらこれデンジャラっつって、これデンジャラ、デンジャラって上がることができる。あと1手で上がりの時に欲しいやつがある、ありますよね、うん、そいつを他の人が捨てた時にもデンジャラって上がることができる。ああ。では実際やっていきましょうか。はい、ナイス。アナザー1枚付き。これなんですよね、最近。お前ら縦に積むんちゃうぞ、これ縦に積むんちゃうぞ。自由に積み木している。自分の目の前に10個、なんで縦に積むんや。10個を2列に、2段に積むんするんや。何してんねん。あー、俺のフランス積みが崩された。ごめん、富岡製糸場と同じ積み方してたのに。多分手配が8個、呼び乗りさんだけ最初の1個加えて9個になってるはず、うん、呼び乗りさんの最初配られた手配分かんねえぞこれ。ハオさんの最初のね手配分かんねえ。のよりさんの手配、これがキムさんの手配と、うん、これもう1個言うとった、上がり一歩手前のもうあと1個で上がりの時絶対リーチって言わないといけないです、このゲーム。 OK です。剥がしちゃダメですよ。剥がしちゃダメですよ。もともとできすぎくんがいたな今。じゃあいきます、はい、これ一番分かりにくいから捨てよう。あれ何これ、さっこう向きに捨ててください。1個取って捨てるを繰り返していきます。おっ、なんかすげえ、なんか似たようなやつが。え、おー、だからいいじゃない。添い寝フレンズ電眼が3体、4体。添い寝フレンズ電眼3体。そんなちょっと卑猥なやつある。俺が捨てるな、こいつ。はい、じゃあ次、ノエリさん、次これ。はい、これどっちの服なの、なんだこれ。はい、どんどんやっていきましょう。いやー、皆さん、僕の顔とね、みんなが戯れて僕のことをもっと好きになってもらう。
きます。でも花尾さん、ほう、なるほど、不揃いの顔がまた一つ揃ったぜ。ってことはリーチ一発つも純ちゃんシャンソクイーペイコー、つまりどういうことですか。リーチどういうことですよね。リーチの時本当にリーチ、あ、リーチです、花尾さんリーチです。マジか。あの正しいです。でリーチと言ったらこれ横にしないといけません。はい、おーリーチしたのはここですね。はい、横にしないといけません。もうリーチ、はい、大好きじゃん、電眼のこと。電眼のこと大好きだよ。はい、もう気をつけなきゃダメだからね。あ、そうっす、反応に上がらせないように。これを捨てます。はい、みんなちょっと色にしか頭がいけないんだわ。みんな僕のえ、お、次俺のターン。はい、ドロー。ほー、こいつが来たか。だが一足遅かったようだな。ターンエンド。マジで積もっちゃった。なに、デンジャラで。え、お、デンジャラデンジャラデンジャラ、え、ダン、デンジャラ。しかもこれね、強いんですよ。オールマイティ、オールマイティ杯を使ってるから2面待ちなんですよ。ほんまやでした。これすげえ。こうすると赤でも待ってるっていう。うん、ただこれは一番点数が低いから。そうですね。いや本当に単純に2人が手が良かったです、こっち2人、うん、はい、すぐに、まあこれがあったの、やっぱりオールマイティ杯がやっぱ鍵になりますね、うん、これが。どうしようか。じゃあ私はこれを切ります。はい、俺のターン、ドロー。え、あ、これこうや、多分ほら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 。どの俺が好き、お前。私これが好き。リアルな感じで言わんといて今の。どの俺が好き、どの俺が好き。千年パズルみたいな。めちゃめちゃ迷ってるな。おう、今どうこれ。リーチ。お、なるほど。賭けに出てる。お、でもなんかこれもったいないな。でもこれですもんね。リーチ。お、ノエリンさんがリーチしました。はい。これ考説あるわ。あ、違う。違う、これとこれ。いや、これどっ、あ、これこっちかな。これどっちもあるな、これ。むずすぎん、これ。これ、何回かやるとか長いかな、これ。あ、みんなが踏んだ。あ、3人リーチ入りました。はい。さっきと一緒か。一緒じゃないんだよな、きっと。いや、でも一緒、これです。これとこれは一緒ですね。一緒とかあるんや。一緒もあるんや。皆さんで。はい、行くぜ、ドロー。あんまりボケしろがなかったぜ。ドンジャラ。ちょっと待って待って、あんまりボケしろがなかったぜ。ドンジャラ。ちょっと待って、ドンジャラ。あ、やった、こいつ一番やっちゃダメ。一番やったらあかんやつした。一番やったらあかんやつやってる。デンジャーと言いましょう。いやいや、やばい。今のジェンジェンジェン一番ダメ。今、王入ってた、今完全に。いや、デンジャーと言いましょう、僕は。ドンジャーです。続きやってみます、一旦。まあ、ドンジャラミスがあったね。ドンジャラミスがあったんですけど、一旦続きやってみます。はい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 。来たかも、ほら。こう、ほら。一応大工犯罪者デンガーの。いやいや、うるさい。リーチダジーン。デンジャラ。あ、え、私もデンジャラ。あ、ダブルデンジャラ。ダブルデンジャラ。ダブルデンジャラだと。いやでもこれは、まあ、これは色でやってるんで、これは間違いなくデンジャラですね、はい、これは。下半身下半身下半身、じゃあ腰、足、あんまりね、でも女の子が念願の腰集めるのどうかと思うけど。そうだね、趣味よね、この手配ちょっと。俺だったら一番最初切るから、うん、切りたい。だからこういうのって、だからこういうのって、性差別ってやっぱ良くないですね。いや、すみません、女の子は違うでしょ。違うこれ違います、だってこれウーパーカーじゃないですか、これだって。お、これは、あ、何それ。お前これ微妙に、これ違うの、これ全然違います、まず上はトミーを着てるのに下はウームパーカーを着てますよね。ちょっと待って、それって無所属だからって無所属パーカーの具材知らねえのかお前。やめて、無所属いじり。これが、あの、電眼で、なんとお気に入り電眼。これ、お気に入り電眼。うわー、こ
いお気に入りでございます。メガネがかけてるやつがあったと思うんですよね、はい、でもメガネがただ置いてあるやつとかもあったと思うんですよ。メガネメガネメガネでもポイント高いです。なるほど、ね、隠れメガネ隠れメガネと、ね、もしくは帽子、はいはいはい、帽子みたいなものを多分かぶってるのが紫のやつとかもあったと思うんですけど、うん、確か帽子も帽子帽子帽子で点が高いです。ピースも3種類あります。これね、呼び名さんのマトリックス状態入ってるわこれ。いやちょっと完全にマトリックス入った。これもうドミノ倒しみたいな感じでちょっと段をつけてる感じね。ルノイリさんの手がこれと、はい、でこれがキムさんの手と、はい、メガネが いっぱい来た場合は一つまでにしますか、はい、上がりは、はい、できる限りメガネを使わずに上がってるところが見たいということです。一、うん、つまでは使って大丈夫。頼むいるかよ。あ、じゃあもう一個あるね。迷うな迷うな。これを捨てます。はい、頼む。友達とか。はい、あ、これで、これがこう、こうなんです。ノエ、お父さんの顔どれだ。ゾッとするな。よいしょ。いや俺だってフィギュア欲しいわ。電眼のよ。うえぇ、聞いてんで。これ昼休みに遊んでる学生結構やばい。しかもこれで遊ばせてる学生先生やばい。完全にホームメイドやからなこれ。どこだよお前。どこだよお前。どこだよお前。ほっ、おぉ、コーという概念もいけるな。え、これコーという概念いけるな。さては、お、おい、おい、おい、リーチ。え、おい、おい、どういうこと、どういうこと、来い、上座部。おう、あ、え、あ、うん、すいません。クソゲーすぎんかこれ。どうすればいいんだ、わからないよ。正解はない。これは正解へ続く。お前へ続く正解です。これでも結構捨てられてるかもしれない。うわ、うわ、これ捨てるよ、これ捨てよ。デンジャラ、うわー、嘘、捨てるよ、これ捨てよ。デンジャラ、うわー、嘘、うわー、え、うわ、これちょっとオープンにしてほしい。オープンにシュギーン。ピースピースピースとラブ&ベリーな。帽子帽子帽子です。え、お、すげえ、これ超強い役じゃんこれ。超強い役やんこれ。大好き伝言じゃん、しかもこれどっちか。お前大好き伝言やこれ。大好き伝言とか。じゃあこれで、これってこの2倍だ。考えられうるかなりトップの。これで確かに超強い役やこれ。超強い。これなんか帽子帽子帽子、これ右が帽子帽子帽子ですね。はい、でこれがピース3つね。はい、ピース3つ。はい、でこれが大好き伝言。大好き伝言。すげえぞこれ。マジで役満だよ。すげえ。ということでノエリンさんの勝利と。やったー、ね、じゃあということで最後皆さん組み合わせちょっと作ってみたら、はい、もう最後もう終わったということで作ってみたら、はい、ということで完成しました。おー、すげえ。これがなんと元々の形でございます。うわー、でもこう見たらスッキリしてるんやけど、うん、いざ手元に来られたらマジで全然わからなくなるからね。ということで皆さんね、ノエリンがまあ給食ゲットしたあと3人はそのために配膳しに行くということで、そういうことなんだ。いずれそういうことになりましたけど、まあ、まあどうでしたかこのゲーム自体。縦に積むというこの発想、これもう素晴らしいものがあったなと。いや本当にいましたけどね。浦上さんコラボしましたけどどうでしたか。いやまずすごいのがこの計算し尽くされてるところで、これ、え、今これ何かけてるんでしたっけ。え、給食です。はい、給食です。ちなみにこれ色何色でしたっけ。あ、9。なるほど、食色。いや、これ受けなかったらちょっとまあ芸人として給食しようかなと思ってた。給食しようって。カノーデリカのパーカー買ってきました。期間限定なのでお見逃しなく。チェックしてねー。オッケーです。